皆さんこんにちは、ジーナです。今日は5月17日火曜日、コンビニ大手3社新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら、はい、では早速食べていきましょう。はい、ではまずこちらからいきましょう。カントリーマームにミルキーサンドしちゃいました。これね、謎な商品なんですよ。ちょっと知らなかったんですけど、ファミリーマートで見つけました。でね、店員さんに聞いたら今日発売のもので間違いないですって言ってたんですけど、ちょっとファミリーマート限定かどうかはね、確認しなかったんですけどね、情報出てないんですよね。もしかしたらちょっとこの動画アップされる頃には何か情報出てるかもしれないんですが、ちょっとね、謎な商品です。はい、中出すとこんな感じ。ほんとほら、カントリーマームみたいな見た目の生地にクリームが挟まってます。でね、めちゃくちゃいい香り。はい、断面はこんな感じです。うん、おいしい。あのね、香りはもう完全にカントリーマームなんですよ。でもね、食べたらこの中のクリームのね、練乳の風味がね、すごい美味しい。あのミルキーの味をもっと濃厚にしたような感じですね。で、生地はね、ちょっとしっとりめで、もうこれもまさしくカントリーマームのあの食感にすごい近いようなパン生地ですよ。クリームが美味しい。でカントリーマーム同様、中にねチョコチップが結構大きめに入ってるんですよ。少しサクサクした食感もあっていいアクセントになってますね。はい、こちらカントリーマームみたいなパンにミルキー風味のクリームが挟まってます。ファミリーマート限定かどうかちょっとわからないですが、少なくともファミリーマートでは売ってます。気になる方はぜひ試してみてください。はい、鈴木ファミリーマートです。フルーツタルト、パイン&キウイ。はい、中出すとこんな感じです。タルト生地の上にカスタードホイップ、そしてパインとキウイがどっさり乗っています。はい、断面はこんな感じです。あ、タルト生地がね、すごいサクサク、クッキーみたいにサクサクですよ。そこに軽い食感のカスタードホイップとみずみずしいフルーツがたっぷり乗っかっていて、食感がいろいろですごく美味しいですね。カスタードホイップはね、そんなに強くないですね。だからこのタルトの食感と、あと香ばしい香りがね、すごく口の中に広がります。このフルーツのね、ジューシーさともすごく合いますね。はい、こちらパイナップルとキウイの乗っかったフルーツタルト、夏はね、こういうフルーツティーがすごくいいですね。ぜひ試してみてください。まだファミリーマート続きます。レーズンカスタードデニッシュ。あー、これは神戸屋なんだ。ファミリーマートはね、基本あの山崎製パンが多いんですけど、たまに敷島製パン、そしてね、神戸屋がちょいちょい混ざってきますね。はい、中出すとこんな感じ。ちょっともうこれほら、ちぎれちゃったんですけど、このね、3つにね、ちぎれやすいような形になってます。はい、断面はこんな感じ。デニッシュ生地の中にレーズンとカスタード風味のクリームが巻き込まれていますね。レーズンゴロゴロ入ってますよ。でね、カスタードはね、ほんのりクリームが中にドーンと入ってるわけじゃないから、そんなにあのカスタードが全面に来てるわけじゃないけど、食べて噛みしめていくと、だんだんそのカスタード風味がね、じわじわ広がっていくような感じがします。デニッシュだけど、なんかそんなにジャンクな感じはしない。結構食べるとじわじわ油感が染み出してくるような、そういうデニッシュが好きな人にはちょっとこれは弱いかもしれないですね。あー、ただね、脂質はちゃんとありますね。 21g だからもう普通にデニッシュレベル。はい、こちらはレーズンカスタードデニッシュ。レーズンがね、結構ゴロゴロ入ってて、レーズン好きの方はおすすめです。ぜひ試してみてください。はい、こちらもファミリーマートです。ふんわりもっちりとした白パン、ブルーベリー&クリームチーズ。は
はい、中出すとこんな感じ。いわゆる白パンなんですけどね、ちょっとね、持った感じはしっとりめでずっしりしていて、いかにもなんかね、もちもちそうといった触り心地です。はい、断面はこんな感じです。うん、もちもちだ。おいしい。もうもはやね、ふんわり感というよりはもっちり感の印象の方が強いですね。あ、ちゃんとふんわりなんですよ。ふんわりだけど、印象としてはもうもちもち感の方が一番強くきます。で、そこにこのね、クリームチーズの風味がすごい合う。ただそれだけだと絶対くどいんだけど、そこにね、ブルーベリーの甘酸っぱい風味が加わるので、爽やかさもプラスされてすごい食べやすいです。私ね、白パン嫌いじゃないんだけど、すごい軽くてふわふわしすぎてるタイプのものもあるじゃないですか。あれより私はね、このずっしりもっちり系の方が好きですね。はい、こちらクリームチーズとブルーベリーの、ね、組み合わせはよくありますけど、そこに今回このね、もっちりとした生地がすごく合います。もちもち生地が好きな方はぜひ試してみてください。はい、じゃあローソン行きましょう。ドラもっちお抹茶。はい、こちら今週ローソンはですね、京都宇治の森半というお店、私ちょっと知らないんですけど、そことのね、初コラボということで、商品4つコラボ商品出てくるんですが、今日はそのうちの3つをご紹介します。こちらはドラもっち、うちカフェと森半とのコラボ商品ですね。はい、中出すとこんな感じ。まあ、ここはもういつものドラもっちです。はい、断面はこんな感じです。あ、間違えた。森半とのコラボ商品全部で、ね、5つですね。今のところ私が分かってるのは5つ。今日はそのうちの3つ、あとね、モンブランと、ね、ロールケーキがあるんですよ。それで、ね、後半でやれたらやりたいなと思ってます。うん、あ、ほんのり苦味がある。あ、ほんでね、すごい香りがいい。おいしい。めっちゃお上品ですよ。最初食べるとやっぱりこのドラもちの生地の風味がね、しばらく続くんですよ。で、あれあれあれと思ったら、そこからね、だん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 抹茶が近づいてきて、ふわーっと広がってきました。で今口の中もう何もないんですけど、今そのね、抹茶の風味とほろ苦さだけがね、口の中に残ってます。それがね、全然くどくないんですよね。ほろ苦さもね、めちゃくちゃ苦いってわけじゃなくって、抹茶感を感じるのにちょうどいいほろ苦さで、このミルク風味のホイップあるじゃないですか。ドラもちの生地感も感じつつ、抹茶もしっかり感じて、そこにほんのりミルクの風味とコクを混ぜ合わせて、少し食べやすくしたような、バランスがめちゃくちゃいい。生地の風味と抹茶の風味とミルクの風味が、それで最後まで抹茶が残ります。はい、まずはこちらドラもちですね。あの、いつも言うんですが、ドラもちって生地の風味がすごく強いんですよ。だから中に入ってるものによっては結構ね、ぶつかっちゃうこともあるんですけど、抹茶はね、本当にいいバランスでね、共存しています。すごく組み合わせがいい。ぜひ試してみてください。はい、では同じく森半とのコラボ商品、パン2種類いきましょう。デニッシュパンとあんパンですね。じゃあまずこちらからいきましょうか。お抹茶デニッシュ。あ、なんかこれちょっと懐かしい感じのデニッシュパンじゃない？昔なんかこういうデニッシュ多かった気がするんだけど、こういうあの形のデニッシュに半分だけチョコがかかってるようなデニッシュ結構ありましたよね。今回この抹茶チョコかな、かかってます。はい、断面はこんな感じ。中のクリーム濃いですね。この表面になんかね、何なんだろうな、このクランブルみたいなのがね、乗っかってます。うん、抹茶がめちゃくちゃ濃い。あー、でもね、これもちゃんとほろ苦さがきますね。これやっぱね、表面チョコレートなんですけど、チョコレートになってる分甘さとコクが加わるじゃないですか。だからね、その濃厚さがさらにね、アップしたように感じますね。これもデニッシュは結構もういわゆるバリバリのデニッシュなんですけど、もうそんなことより抹茶の風味がもう一番前面にきます。超濃厚。うん、この上に乗っかってるんですけど、やっぱよくわかんないですよ。でも食感がね、ちょっとあの固めのサクッとしてて、あのアクセントになってて美味しいです。うん、じゃあアンパンの方行きましょうか。抹茶ホイップアンパン。はい、中出すとこんな感じ。抹茶風味のまずパン生地ですかね。はい、断面こんな感じ。中には抹茶ホイップと粒あんが入っています。
こっちはね、軽い抹茶ホイップがね、すごい軽い食感で、で風味もね、やっぱ食感のせいかもしれないんですけど、すごくマイルドに感じます。さっきのね、デニッシュの方が抹茶の風味はね、強く感じましたね。こっちはね、ちゃんと粒あんの風味も届いてくる。抹茶とあんこが結構同レベルぐらいで届いてきますね。ふわーっと全体に抹茶の風味があって、そこの中心にちゃんとあんこがいるような、苦味もねそんなに感じないですね。口が慣れてきただけかもしれないけど、上にねごまが振ってあるんですよ。そのごまの風味がすごくアクセントになってて、抹茶の風味とねすごく合います。あー、どっちもいいですね。ただこれはね、あくまでもあんパンとして抹茶風味がよく効いてる感じです。でさっきのデニッシュはやっぱりね、抹茶が主役、抹茶の風味をしっかり感じたい人におすすめですね。でも抹茶のね、素材の風味を一番感じられたのはドラモッチかな。はい、ドラモッチにデニッシュにあんパン、それぞれのね抹茶の使い方がいろいろで全部美味しかったです。気になるところぜひ試してみてください。はい、じゃあセブンイレブン行きましょう。プチモチチョコ、これ前からある商品ですよね。私ちょっとね、勘違いしたかな。私プチモチチョコってもち麦が入ってプチプチしてるって勝手に思ってたんですけど、もち麦入ってないですね。もち麦が入ったらなんか別の商品があったかな。ちょっとそれと混合しちゃってるかもしれない。はい、中出すとこんな感じ。中にね6個入ってます。ほんでね、1個がこんな感じ。結構小ぶりなサイズです。お、すっごいもちもち。おお、はい、断面こんな感じ。ちょっとね見えづらいかな。もっちもちだ。ちっちゃいサイズなんだけど、もちもちだから結構食べ応えがありますよ。まずはこのもちもち感、そしてね案外チョコ感が強いんで、チョコ好きな人にもねおすすめです。はい、小さい食べやすいサイズのパンですね。もちもち好きの方ぜひこちらも試してみてください。はい、じゃあ最後セブンイレブンです。しっとりチョコスコーン。はい、中出すとこんな感じ。これがね4個入ってます。はい、断面はこんな感じです。まあスコーンなんでね、だいぶ水分持ったかれる感じはあるんですけど、その中でもしっとりめ。スコーンって本当にパサパサしたの多いじゃないですか。あんな感じはないですね。結構生地の食感はもう単調な感じなんで、その中にね、このチョコチップの食感が入るのがすごくアクセントになってていいですね。もうね、ぎっちり詰まってて、これもまた食べ応えがあります。これ普通の人だったらこれ1個食べただけでだいぶね、満足感あると思います。私はもう全部食べちゃうけどね。はい、こちらおなじみセブンプレミアムのしっとりチョコスコーンですね。若干しっとりめのギュッと詰まったスコーンです。食べ応えがあります。ぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめなんですけども、まずはですね、ローソンと森半とのコラボ商品、今日3つやったんですが、その中でも私のおすすめはドラモッチ。あのね、3つやった中で一番その素材のあの抹茶の風味をイメージしやすかったですね。きっと森半さんのお抹茶はこういう味なんだろうなっていうのが一番感じやすかったのがドラモッチかなというふうに思いました。すごくお上品なんですけど、抹茶の風味と、まあ、ほろ苦さとか、そこはね感じやすかったですね。でそれをね、まあ、より甘く濃ゆく、まあ、加工された感じで強かったのはあのデニッシュパンです。でそうではなくって、あんパンとしてその抹茶の風味を美味しくいただけたのはあんパンでした。私はあのドラモッチのね、あの素材の風味感がねすごく良かったなというふうに感じました。でちなみにドラモッチは今週ね、あの普通のあのあんことホイップが入ったやつ、あれがねリニューアルして登場します。中でミルク感がアップしてらしいので、気になる方はぜひそちらも試してみてください。あとはですね、あのファミリーマートで見つけたカントリーマームのやつ、あのミルキーがサンドされてるやつですね。あれね美味しかった。本当にね、カントリーマームそのままを再現したようなパンの中に美味しいミルキークリームが入ってます。あのね、クリームすごい美味しかったですね。はい、というわけで前編お送りいたしました。後編、今週結構ね商品数多いんですよ。後編も引き続きあのローソンと森半とのコラボ商品残り2つ残ってますので、そちらもぜひ紹介したいなと思っています。でセブンはね、ちょっとアイスも気になるものが出てきたりして、ちょっとそれは別枠でやるか、
このコンビニスイーツのところで一緒にやるかちょっと迷ってますけど、他のラインナップ次第では一緒にやるかもしれないです。という感じでね、後編も盛りだくさんでお送りしたいと思いますので、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。